はい、やっぱね、なんかあれっすね、なんか朝起きてすぐは一瞬体調いいかなと思うんですけど、ちょっとするとどんどん体調が悪くなってきます。とりあえず今みかん食って、で昨日のタコスの残りを今温めてきたんで、それ食べます。で食べて薬寝て寝ます。今雪枕も作ってきたんで、はい はい、いやまた普通にきつくなってきたわ、最悪。今日はねめっちゃ晴れててね、超良さそうっす。あのめちゃくちゃ雪降った後にね、こんな天気いいからもう最高だろうな、羨ましい。あただいまね、今もう4時45分です。昼間の4時45分なんですけど、今日ねめっちゃ寝れます。っていうのも、多分薬のおかげかもしれないですけど、たくさん寝て起きた瞬間にうわ寝たいってなるんですよね。もう起きた瞬間にまた眠気が来るっていう、すごいですよね。普通になんか学校行く前とか仕事行く前とかに起きた感じと一緒で、起きたらあまたすぐに寝たいってなるのがすごいです。でね、多分その影響が多分完全に薬なんですけど、この薬ね、昨日もらった薬なんですけど、なんか昼の薬と夜の薬っていうのが分かれてるんですよ。でなんか調べたんですけど、なんか昼と夜で若干効用が違うらしくて、この夜の薬にはこの眠気がなんかつくみたいな感じな効果もあるらしくて、で多分で俺なんか夜用のしかもらわなかったんですよ。っていうか多分その子が多分夜用のしか持ってなかったっぽくて、で夜用のを多分飲んだんですよ、朝ごはん食った後に。だからね、その後から多分そのおかげでめっちゃくちゃ眠気がして、もう起きて寝るみたいな。でね、多分この部屋が暑すぎるせいか、めっちゃくちゃ汗かいて寝てる時に、一回寝て服変えて干して、でまた起きてその干した服着てってやってます。まあでも暖房のおかげでその干した服はすぐ乾くんですけど、めっちゃくちゃ濡れてます、やばいっす。もう枕と枕カバーも変えて、隣のベッドに枕あるから、それに新しい枕カバーつけて交代でやってるんですけど、枕カバーとかもやばいぐらい濡れてて、もう雪枕が破れたんじゃないかってぐらい最初全部濡れててびっくりして、でね多分そのおかげでね、熱はね結構下がったんじゃないかなと思います。はい、でもその代わりにね、まだ喉とかはめっちゃ痛いですけど、はい、とりあえずちょっと良くなってる気がします。待ってください。今いきなり突然、今なんか顎のこの辺がピキってきて、なんか顎がつったっていうか、めっちゃ痛い。待って、どうしよう。なんか顎が、なんか初めてつりました。なんかつるっていうか超激痛が。待って、なんだこれ。収まってきた。待って、ちょっと顎の位置おかしくなってない、してないかな。待って、なんか顎ずれてね。待って、これなんか顎やっぱずれてる。なんか唇と歯の位置合ってないよね。待って、合ってるかな。ちょっと待って、前の動画見返してみよう。はい、多分顎はずれてないっすね、よかったわ。いてー。なんか今ネットで調べたら、なんか顎関節症っていうやつらしいっすね。
なんかあくびするとなんか顎がつっちゃう人とかいるらしくて、一回癖になるとめっちゃ続けてなっちゃうらしいです。にしても眉毛がやばい、ボーボーすぎる、ヒゲもだし、マジ汚ねえな、剃りたい、剃りたいっすね。けどね、あのなんか手で剃るカミソリしか持ってないんですよ。だからヒゲは剃れるけど眉毛は剃れないんですよね。それじゃあ電動のシェーバーみたいのがないと、あのビーって困りますね。めっちゃ嫌です、困った。はい、まあとりあえずもうね、あの朝っていうか10時ぐらいから何も食ってないんで超腹減ったんですよね。なんで今からあのスタッフカフェ行って何か買い行きたいと思います。はい、まあ今ならねちょっと自分で外行くね、あの元気も若干はあるんで行けますね。はい、だいぶ具合が良くなったと思います。うん、あの喉がまだ痛いんですけど、なんか頭痛はちょっと減ったかなって感じです。はい、じゃあね6時半になったんで今からあのスタッフカフェにご飯を買いに行きたいと思います。はい、はい、あのやっぱりね、あのなんか寝っ転がってると楽なんですけど、やっぱ立つと結構あのたきついっすね。はい、はい、まあでもとりあえずあの飯を買いに行きます。今日も雪がまたすごい降ってますね。はい、うわしんど、待ってめちゃくちゃ歩くのがしんどい、超疲れる。やっぱ2日もずっと寝てると、待ってたかが10歩ぐらい歩っただけなら足が筋肉痛になる、おかしいわこれ。まあいいや、とりあえず向かっていきます。あー今飯買ってきました。あの中の様子はちょっと動画撮らなかったんですけど、まあまた今度撮ります。多分俺がなんか動画撮ってる途中に多分あの咳とか出ちゃうあの咳とか出ちゃいそうだなと思って、したらあれじゃないですか、だから撮らなかったんですけど、なんかはい食べるところもあって、あの何人かそこで食べてて、でまああのなんだろう、スキー場のレストランみたいな感じで、はい、あのメインの料理のところがあって、そこでこの器にご飯をよそってもらってみたいのか、あとサンドイッチとかがあのなんか冷蔵コーナーみたいなところに置いてあって、でそれ以外にクッキーとかちょっとお菓子とかも売っててみたいな感じでしたね。あとジュースとかで、あのスタッフパスで支払いができました。なんか給料天引きで引かれるっぽいです。あのだからあの何円かは分からないっすね正直。まあ、でも多分そんなに高くないと思いますよ。あのせめて10ドルぐらいだと思います。はい、とりあえずご飯は家に帰ったら紹介します。はい、じゃあ今日のご飯はこちらです。はい、昨日よりはちょっとな夜ご飯っぽい感じですね。お米が食えます。米とグリーンピースと、これは何ですかね、魚、魚っぽいですね、魚です。うわ昨日よりはなんか美味しそうな感じで良かったです。いただきます。待ってください、やばいっす、今日の夜ご飯超うまい。多分腹減ってるからっていうのもあると思うんですけど、普通に超うまいっす。まあ、なんか米がちょっとあれなんですけど、まあ、そういうの忘れさせてくれるぐらいこのね魚が超うまいっす。めっちゃくちゃプリップリで、なんか甘辛ソースみたいな感じで超うまいっす、やばいっす、プリップリ、うん、今まで食ったなんか魚のこういうやつの中で一番うまいかもしれないです。てか間違いなくカナダで食った中で、あのカナダで食った飯の中で多分一番おいしい可能性あります。うん、一番日本食に近いっていうか、まあなんかはい超おいしいです、やばい、ありがてえ。あのありがてえでちょっと思い出したんですけど、あのね本当にね結構人の優しさを感じますね。っていうのも
この寮の人なんですけど、今日なんか昼ぐらいに部屋コンコンってされて、でも外出たら、あ、大丈夫みたいな感じで言われて、それはその子はこの一緒のフロアに住んでる子でなんですけど、なんか俺がこのルームメイトいないし、ずっと一人で、まあ、寝てるだけだから、なんか心配したらしく、そのなんか具合どうみたいな感じで聞きに来てくれて、あ、まあ、ちょっと良くなったかもみたいな感じで言ったら、あ、良かったっつって、いや、まあ一応その元気がちょっとチェックしに来ただけみたいな感じで言ってて、本当にありがたいなと思いました。だ、俺が Facebook のグループに、スタッフ全員のグループみたいなのがあるんですけど、それに薬の投稿したから、多分それで心配して見に来てくれたんだと思います。はい、ありがたいですね。あと他にも2人ぐらいと、さっきなんかすれ違ったんですけど、すれ違った人にも大丈夫みたいな感じで聞かれて、ありがたいなって感じです。でもね、さっきスタッフカフェまでなんか歩いただけで今めっちゃふくらはぎが痛いんですよ。まあ、多分これ具合が悪いからなのか分かんないですけど、はい、めちゃくちゃふくらはぎがそれだけで痛くなりました。はい、あ、今ね魚食ってて、なんか途中からなんか味がしつこくなってきて、なんかちょっと最後の方は今きついなって感じです。それでなんか飲み物欲しいなと思って、なんか水飽きてきて、で1階のよ、1階に自販機があるんですよ。でもそれ1回も使ったことなくて、今使いに行こうと思って行ったんですよ。で一応お札とコインとカード全部持ってったんですけど、何も使えなかったです。えっと思って、これ何も使えなくて、何も買えなかったです。まあね、全部ランプがついてなかったんで、ワンチャン全部売り切れてたんかなって感じですね。はい、ということで今ね、まあ一番はビールが飲みたいんですけど、普通にコーラとか飲みたいです。なんか水飽きてきたつうか、ちょっと水飲むとちょっと気持ち悪くなってきちゃいました。はい、ということで、まあ、さっさとご飯を食べて薬飲んで寝たいと思います。はい、あとね、多分なんか俺の食がなんか細くなった気がしますね。まあ多分今だけだと思うんですけど、全然食えない。もう腹いっぱいで、これ以上食おうとすると気持ち悪くて吐きそうです。で多分思ったんですけど、一番最初めっちゃ腹空いてて、なんかタレの味もうまくてめっちゃうまいとか思ったんですけど、なんかこれよくよく見ると、違う、よくよく匂いとか嗅ぐと、もうめっちゃ魚の生臭い匂いとかして、これ多分だけど、なんかワンチャン淡水魚説もありますね。でしかもなんかちゃんと多分下処理されてるのか分かんないんですけど、なんか魚の臭さがめっちゃする。いやいや、もうやばいっす、今めっちゃ気持ち悪い。はい、でもまあ残すとあれなんで、ちょっと全部頑張って食いたいと思うんですけど、本当は腹がいっぱいすぎて食えないっす、やばい。うえ、あ、今ご飯食ってからだいぶ時間経ったんですけど、1時間ぐらい、ちょっと薬を飲むのを忘れてたんで、今から薬を飲みたいと思います。でね、ちょっと海外の薬に対して言いたいことがあるんですけど、はい、めっちゃくちゃ使いづらい。昨日もらったなんかアレルギーの薬も、これもそうなんですけど、普通こういうのって日本だったらこっちからこうやってパコッと押せば薬が出てくるじゃないですか、こうやって。でこれが思いっきりやっても出ないんですよ、昨日のあれも。でうわ、なんでと思ったら、これをいちいち剥がして、で裏のこのシールをこうなんか剥がしてからじゃないと中の薬が取れないようになってて、もう結構なんか労力がいるんですよね。まあ、なんでかはわかんないけど、まあその赤ちゃんとかに間違って飲ませないようにするためなんですかね。結構取るのが大変です。ということで、とりあえず薬を飲んでちょっとゆっくりして寝たいと思います。はい、ね、多分ね、熱は結構下がったと思います。まあまだあると思うけど、多分昨日まではね、わかんないけど38度9度、ワンチャン40度ぐらいあったんじゃないかなってぐらいなんですけど、今は多分30、
7度か、まああっても8度ぐらいかな。まあ、いや嘘、38度ぐらいあんのかな今も。でも昨日までがきつすぎて、昨日とかほんとワンチャン41度とか言っててもおかしくないぐらいきつかったんですよね。はい、でも、はい、なんで、でも引き続き喉がめっちゃ痛いのと、あとあの本当に喉が痛いのと、あと頭がずっと痛いです。ということで明日起きたらマジで良くなっててほしいです。はい、あー、ただいま10時半ですね。もうそろそろ寝たいと思います。歯磨いて寝ますね。ちょっと本当にこの3日間ぐらいね、もうずっとベッドで寝てるだけなんで、 YouTube 的にも本当に毎日ただこのベッドの上の様子をね動画載せるだけなんで、まあ、まあ別にいつもの内容がないんですけど、この3日間は余計内容がない3日間になっちゃいましたね。まあ仕方ないです。うわ、明日起きたら体調が良くなってることを願って寝ます。ということでおやすみなさい。